夜明けとともに漁が始まる。この地方でサバニと呼ぶ小舟に乗って前の日に仕掛けた網を揚げる。投げ網にメバル、アバサ、グルクン、イシダイ、タコなど色とりどりの獲物が上がってくる。船が島へ帰ると待っていた島の人たちが船を囲む。ここには漁業組合も市場もない。取れた獲物は自分の欲しいものだけを選んで村の人たちが勝手に買って行くのである。それぞれ欲しい魚だけ集めると自分で目方を測ってノートに書き込み、代金は月末にまとめて払うことになっている。古い小さな石門をくぐって行くと、ここは神社であった。八重山の信仰は山の神、御滝である。古代の英雄を称え、豊作、豊漁、海の安全を村の人たちは熱心に祈る。西表はかつて琉球王朝強制移民の島であり、人が住むための開拓史は悲惨な挫折の歴史であった。マラリアや風土病のためいくつもの村が死に絶えた跡が今も残っている。その人々の遺体は明治の初めまでそのまま山に捨てる風葬で葬られた。鬱蒼とした木立の下の洞穴の中に風葬によって葬られた人々の姿が今も不気味にそのまま残っている。